こんにちは、佐伯勝馬です。今日は先ほどネットで見た毎日新聞の記事、4月19日付の記事から紹介します。それはトリガー条項に関する記事で、自民、公明、国民民主党の3党プラス実務者チームというので協議したらしいですね。実務者協議って、実務者チームってどんな方がチームのメンバーなのか分かりませんけれど、その結果、協議した結果、トリガー条項凍結解除は先送りということになったようです。なぜかというと、凍結解除するにはいろいろ困難な問題があるからということなんですけど、その困難の問題をいち早く、ね、解決して国民のためにやるべきことをやってほしいですね。そしてそれに対して玉木雄一郎国民民主党代表は、全くしないのであれば協議から離脱することもあるが、引き続き検討するということなので、この協議にとどまると言っております。実際問題、先送りなんかしてる場合じゃないですよね。石油価格は上がる、その他の物価も上がる、そして国民は苦しんでいるわけです。先送りしないで早く国民を助けてください。国民民主党を応援してきましたけど、もしかしたら離脱しなければならないかもしれませんね。そもそも私のこの YouTube の大切な目的の一つとして、新京成催眠新聞、三橋貴明さんが、運営しているチャンネルですね、それの拡散というのがを目指しております。今回も下にリンクを貼っておきますので、現状の日本がどうなっているのか、このままでいいのか、これから先どうしたらいいのかというところを皆さん確認してみてください。どうぞよろしくお願いします。また次のビデオでお会いしましょう。それではさようなら。